ガロの中でも最も象徴的な漫画家、柘植義治。彼も貸本漫画でデビューし、水木しげるのアシスタントを経てガロに書き始めます。デビュー作は噂の武士。そして1968年6月にはガロで特集が組まれ、その巻頭を飾ったのがネジ式でした。現実と非現実が交錯する柘植義治の作品は独特の光を放ち、漫画界だけでなく文学や演劇の世界の人たちをも大いに刺激したのです。人間や自然の矛盾に満ちた相克を雄大なスケールで描く白戸三平の作品とも